ねえ17号、もう人間もいないみたいだし帰ろうか。そうだな。人造人間、今日こそは許さないぞ。ご飯さんの仇俺が取る。ガキが懲りないやつだな。お前のしつこさ気に入らないんだよ。ご飯さんが死んで3年前、俺はお前たちを倒すために腕を磨いてきた。これ以上お前たちの好きにはさせない。どうした、俺たちを倒すんだろ。大きくなったのは人体だけか。私たちを倒すにはパワーが全然足りないよ。人造人間との差がまだあるというのか。あれ、マセンコー、どう、あれ、マセンコー、どこ見てんの。ただの生意気なガキだって。余裕でいられるのも今のうちだけだ。こいつから逃げられるか。そうだ、こいつから逃げられるか。そうだ、こいつから逃げられるか。腕を磨いたと言ってたのは冗談だったみたいだな。俺の力はこんなものじゃない。俺たちのエネルギーは永久式で無尽蔵なんだ。まだまだこれからだぞ。すごい。どこに行こうと無駄だ。逃がしはしないよ。こいつから逃げる。そうだ、これは。どこ見てんの、バーカ。どこ見てんの。行きます。もうすぐ敵を取れる。もう勝った気でいるのかい。こいつから逃げられるかな。そうだ、どこに行こうと無駄だ。私は死ぬ。遅い、まずい。まだまだ、どこまでも追い詰めるぞ。どこ見てんの。どこ見てんの。どこ見てんの。バーカ、どこ見てんの。どこ見てんの？バーカ。とどめを刺してやる。そうだよ。待てんこー。
パワーが上がったようだな。確かに以前よりは数倍パワーは上がっている。だけど攻撃が直線的だよ。そんなの疲れるだけだと思うけど。そんなどこだ、どこにいる。なぜだ、何のために人間を襲う。ドクターゲロは世界征服のために俺たちを作ったようだが、そんなことは関係ない。人間を見ると腹が立つんだ。私たちは人間が嫌いなんだよ。そんなことのために許せない、許さない。俺が甘かった。俺だけの力じゃ足りなかった。人造人間との差ははるかに大きい。ゴハンさんの死から俺は何も学べていない。やはりタイムマシンで過去に行かなければ。瀕死のトランクスは奇跡的に命を取り留め、5日後ようやく目覚めることができた。
自分の力不足を痛感したトランクスはブルマの助言に従いタイムマシンで過去に行くことを決意した。よし、心臓病の特効薬間違いなくソン君に手渡してあげてね。あまり無理しちゃダメよ。はい、母さんも気をつけてください。じゃあ頼んだわよ。それじゃ行ってきます。こうして過去に向かったトランクスは地球を襲撃、その後地球に帰還した悟空に心臓病の特効薬を渡し、トランクスは別の世界の未来に変化が起きること。ただいま母さん。おかえりトランクス。はい、無事に過去のよかったわ。まともにテストもできなかったから、まあ私の作ったものだから。それでその、はい、若い頃の母さんやご飯さん。若い頃の私にもどうだった、美人だったです。うん、そうね私のことだし、あまり、ベジータにも。そうだなまあそれに近寄りがたい感じだったからあまり話せなかった。そっか、でもまああまり話さなくてよかったんじゃない。やっぱり気難しい人だ。まあね。そうなんだ、とにかく次は悟空さんたちが。それじゃ早速タイムマシン。もう少し先になると思うけど、あんたは次に。ああそうす。